どうも皆さん、おはたみとみちゃんでございます。さて、今回の動画なんですけれども、こちらモンスターズインク .exe、 こちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。こちらのゲームなんですけれども、もしもモンスターズインクの世界が呪われてしまったらという設定で進んでいくホラーゲームでございます。一体どのような呪われ方をしてしまうのか、そしてサリーとマイクは無事生き残ることができるのでしょうか。早速やっていきましょう。もう全情報ないんでね、全くわかんないんですけれども、エグゼゲームという情報だけはあります。さあ、それではプレイしていきましょう。よろしくお願いします。操作キャラクターはサリーみたいですね。トイストーリー .exe みたいな感じで進んでいくのかな。あ、 Z でジャンプですよと。ああ、ありがとうございます。これ絶対音楽のせいで収益通らないやつじゃん。まあいいや、消されるかもしれないんで、皆さんね、見るときは早めに見てもらえればと思います。キノコ、ギリジャンでいけんのかな。ダブルタップ、あー、こうか。これで走れんだ。なるほどなるほど。これ登っていくといけるかな。いくよ、ジャンプ。うおー、いいね。デンジャー、危険ゾーン来るぞ。みんな気をつけろ。あっ、誰だったんだろう今。マイクかな。うわ、エラー画面出ちゃった。終わった。うわあ、始まったねー。終わったんじゃない、始まりだ。終わりの始まりだ。ここから怖いぞ、絶対。みんな気をつけてくれ。ここから絶対怖いぞ。てか、モンスターズインクのゲームなんてあったんだね。ファインディングにものクソゲーがゲームボーイアドバンスで出てて、俺それやったことあるんすよ。あ、クソゲーだったなぁ。あとはトイストーリーのゲームがなんかプレステじゃないな。あ、プレステもあるのかな、とか、スーパーファミコンであるのは知ってるけど、このゲームは知らなかったな。デンジャー、気をつけて。どうせまた来んでしょ。また来んでしょ。また来んでしょ。ジャンプしてやるよ。うれ。おら、おら、なんもねえじゃねえかよ。で、油断したら好きに来るんでしょ？はい。はい。油断したら来るからな。常にジャンプ。あ！なに？やだ！絶対やっかくれ！やばい！え？リアルにそれ。あー！マウスが読み込んでたから、リアルに事故かなと思った。俺の情緒はグダグダよ。俺の心はボロボロだ。マイクは常識。マイクは常識。あ、え、マイク何にも喋んなかったけど。ね、喧嘩別れした後？怖いよ。なんか絶対来るよ、これ。マイクが後ろから襲ってくんじゃねえか、これ。あ、マイク！マイク、お前、どうした？マイク。行っちゃった。え、行かなきゃいけないってことは分かった、いいだろう。マイク、友達が心配だーって言って。そうそうそう。うわー、怖いなー。今でこそサリーってね、こんな可愛い造形だけど、初期のサリー結構気持ち悪いことで有名だからね。アンチパイラシースクリーンの時にね、ちょっとね、触れようかなと思ってたんだけど、ちょ、今見せちゃうわ。戻ってきた！やったー！戻ってきたー！あー！戻ってなかった。今のジャンプで乗り越えたらどうなってたんだろう。やばい！怪しい世界に来ちまった。やばいぞ、これは。
雪男とか来ない。あ、うわ、ランドールが死んでる。あのランドールも逃げられなかったってこと。ランドールこいつ透明化したりとかいろんな背景にもなれるから。うわ、ウォーターヌース社長じゃん。ああ、社長も死んでる。なのにサリーは笑顔。ふっ。あの社長こき使いやがってみたいな顔してんだが。実はサリーが犯人ってこともあるよこれ。マイク死んでるよ。ブー、お前が犯人なんじゃねえかこれ。気づいたから俺も消される。これだな、俺消されるかも。覚悟の準備をしといてください。わあ、終わりこれで。いきなり来るぞ、多分。来るときはいきなり来るぞ。はい、ということで、今回はですね、モンスターズインク、いや、なんかまた来そうだから、ちょっと、来そうだけど大丈夫かな？来ないよね。はい、ということで、今回なんですけれども、こちら、モンスターズインク .exe を遊びましたが、いかがでしたでしょうか？この動画が面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう！おっさみ！ちょっとビビりながら締めの挨拶でごめん。